今日も YouTube ライブをやりたいと思います。で、今日は何日かというと、日にちは、2021年、ね、
2021年の8月の8日、日曜日。それでまあ今日は非常に暑い、日でした。多分37とかね、38度とか、そういうような気温だと思います。で、まあ暑かったと。で、最近の出来事で言うと、まあ昨日はね、昨日は夜店、夜店を出して、露店を、どこで出したかというと、この笠寺観音っていうところで、午後3時から夜の9時まで、店を出してね。で、まあ、楽しかったっちゃ楽しかったけどね。まあ、大体来る人がさ、中学生、高校生、それからまあ子供を連れた、まあ、親子ね、まあ、そんな感じで、まあ、我々の売るようなものを買うっていう感じじゃない。なんか食べに来たとかね、その金魚すくいとかね、まあ、なんていうの、いろんなものを遊びみたいなものがある、ね、射的とか、ね、まあ、そういうようなものをやるとか、何かを食べるとかね、まあ、そんな感じのお客さんが多いんでね、まあ、我々のような古物骨董リサイクル品を、まあ、買ってくれるというような人はまあ少ないと、こんな感じですわね。今さ、あ、モニターで見たら映っとるで、ちゃんと。で、まあ結局その夜店というのは、まあ人は出るんだよ、人は来てくれるんだけど、中学生、高校生が多くて、まあちょっとその我々のような商品は売れない。まあ、きりでね。で、まあ、次回はですね、夜店、笠寺観音の夜店は次回が9月4日、9月4日夜ね。で、まあ、申し込んでは当然ない。申し込んではない。申し込んではないんだけど、まあ、どうするか、まあ、マッサンと相談してね。相談して決めるんだけど、あれないな。まあ、9月4日の、チラシがもう立派なものができてましたね。うん、まあ、インスタグラムとかね、そういうので連絡が来て、それで申し込みをするかどうか、まあ、そこで返事するというような形になってるんだけどね。まあ、一つはね、ちょっと、うん、まあ、呼び捨てはいいんだけど、その時間が長いっていうことがあるわけ。まあ、なんでそういうことがね、問題になるか言ったら、ちょっと待って。平岡さんが来てくれたのは、何か書いてあることを読めれん。で、その時間が長いっていうことはどういうことか言うと、まあ、簡単に言うとね、まあ、午後の1時ね、午後の1時にはもう行ってね、それで店を出さないかなと、車が出入りできなくなっちゃう。できることはないけど、まあ、非常に難しい、こういっぱい人が、お店が来てね、通路が狭くなるということはあるんだね。それで午後1時ぐらいにはもう店、その荷物を運び込まないといけないわけね。で、その、まあ、午後1時ね、それから夜の9時までは店を出してなきゃいかんっていうことを言われてるんだね。9時まで出して、それでまあ、大急ぎで片付けても、まあ、10時近くになるわけね、帰ってくるのがね。ということは非常に時間が長いということなんでね。で、露店の良さっていうのはね、
時間が短いっていうところにも一つの魅力があるわけ。ちょっと待ってね。平川さんがいくらぐらい売れますか、手数料はいくらぐらいですか。船山さん、こんばんは。ライブお疲れ様でした。よろしく。あのね、いくらぐらい売れるかっていうのは、その日によって違うから、いくらっては言えんけども、売れる時もありゃ売れない時もあると、こういうこと。まあ、損得でやるならやらん方がいいと、こういうな感じになって。まあ、面白いからやるっていうような、そんな感じになって。まっさんが趣味でやっとると、こんなような感じなの。まあ、自分も趣味でやっとるんだから。金を儲けるようなことでやるんだから、ね、まあ、やめた方がいい。それが子供連れで来た人が食べるものをそこで出す食べ物屋さんね、それだったらね結構、まあ、儲かるような気がするけどね。まあ、そういう食べ物以外はねちょっと売れないね、はっきり言って。夜店はね、それで何だったかな、そうそうそう、ほんで夜店っていうのは時間が長い。まあ午後1時から午後1時でしょ、それからずっと夜中の10時ぐらいまで、まあとにかくそこにおらなかったということになると長いね。だけどその通常の露店っていうのはね、まあまあ、7時ぐらいかな、朝の7時ぐらいに行くでしょ、朝の7時に行くわね。ほんで大体1時12時ぐらいにはもう終わって帰ってこれるから、帰ってこようと思う。だから時間が短いということなの。まあ7時なんて行かなくても9時でもいいんだけどね、9時から行ってもう1時に終わって非常にぐっと短いわけね、時間が。だからまあ我々のようなまあ70とか72とか75のね、まあ自分とマッサンが2人でやるにはねちょっと時間が長いっていうのはね結構きついんだよな、ね、まあそういうこともあってね。ちょっとまあ来月については考える。ちょっと待ってね。平岡さん、焼きそばはどうですか。焼きそばやってる人おるよ。焼きそばとかね、お好み焼きとかね、みたらしいか焼き、それから、味噌カツみたいな、ね、そんなのやってる人いるよ。でもそれはそれでね、また保健所とことの関係でいろいろ調理だからね、規制があるんだ。誰でもやっていったわけじゃないよ。自分らは何も資格も何もなくやっとるんだけど、そういう職員はね、職員でも調理をするっていうのはね、それはまたちょっとね、別な許可がいるらしいんだ。ちょっと詳しく知らないけどな。まあ、カサデラでもさ、それから中村公園でもいつも会うキムチをね売ってる人が女の人ね、まあ、なかなか愛嬌のある人やけど、女の人がいてね、巻き寿司のようなものを売ってるんだよね。でね、その巻き寿司ってちょっと太いわけ。まあ、だいぶ太いわけ。で、それを一本食べるっていう、ちょっとね、自分としては多すぎるっていうか、まあ、そういうことで、で、そこの女の人にね、まあ、いつ顔を知ってるね、半分に切ってくれんかっていう、自分は古物のおじさんと自分と二人で食べるからとか、まあ、まあ自分とマッサンと二人で食べるから半分に切ってくれんかと、二つにね、というとそれはダメだっていうかね、うん、ちょっと待ってね。平岡さん、何か儲かることありますか。ないですよ、そんな儲かることなんか分かってたらみんなやりますから、もう何が儲かるか分かりません。それで昨日も言ったんだが、半分に切ってくれたらそれはできんっていうわけで、ね、どうしてか言うとね、そのできたものを売るっていうのはそれはいいわけね。ところがそこで切るということは調理するということになるから、まあまあ結局その今インターネットの時代だからね、そういうところを写真に撮られてね、それで保健所なんかなんか言われたらすごいね、問題、ややこしい問題になるらしいんだわ。だからもう包丁、昔はねそれは切ってくれっていう人がおるからね、切って
ってたけど、もう最近は一切やめましたと。もうそのお客さん、あのこのね、1本、まあ、500円から500円だとすればしますよ。それをお客さんがあの買ってね、お客さんが切るのはいい。買ってからお客さんが切るのは別に問題ない。ところが切って渡したらダメ。ということを言うわけ。だからもう今はね、まあ、いろいろ写真とかなんか撮られちゃうから、だからもう包丁そのものを持ってきてないっていうわけ。まあ、以前は持ってきとったんだけどね。最近は持ってきてないっていう。いろいろ問題になるといかんから。だから自分で切ってくださいって、こういうことなんだな。で、まあ、あの、そんなめんどくさいことで、めんどくさいしくての包丁が大体、まあ、あることはあるけどさ、そんな切るような状態になってない。まあ、そういうようなことで、ちょっと調理ってことについて難しい問題がまた別にあると。ちょっと待ってね。あ、熊野さんが来てくれた。小田急電鉄殺傷事件、なんかあったらしいな。ちょっと詳しいことは知らんけど、何か幸せそうなやつを誰でもいいから傷つけたかったみたいな。ことを言っとるとか言って、まあそういう事件時々あるよな。昔ね、いつだったかな、今から20年くらい前かな、池田と、大阪の池田っていう市というところに、あの、なんとか教育大学の付属小学校で、子供が何人かな、5人ぐらい殺されたかな。あれ、まあ結局、あの、人を殺して死刑になりたかったみたいなことを言ったやつがやったわけだけどさ、まあそういうような事件ってあるよな、時々な。ちょっと待ってね。船山さん、食べ物は食品衛生法あります。だからね、そこで調理というのはなかなか難しい。出来上がったものを売るというのはできるけどね。うん、やってる人おるよ。やってる焼きそばとかさ、イカ焼きとか、あの、五平餅とかね、そういうのやってる人いるんだけど、それはまた別な、あの、許可がいる。そういう仕組みになってるわけね。熊野さん、秋葉原殺傷事件、よくあるよね。あと、いろいろそういうことがあるな。なんか、自暴自棄っていうかな。そういうような事件がある。まあ、それで、明日はね、中村公園で、露天の日なんだけど、本当はね。まあ、ところが天気予報を見て、もう結構きつい雨が降りそうだもんで。で、まあ、さっき、あの、古物の、露天商のおじさんに電話して、どうですか、明日はって言ったら、まあ、明日できんなって、あの、天気予報でね、見て、あの、まあ、無理や、まあ、できないっていう、こう簡単なもんで。で、まあ、中止になったわけね、明日は、ね。あんま朝から行かないっていう。ちょっと待ってね。平川さんが、秀明さんも何か捕まったことはありません。捕まったことはない。交通違反でよく捕まる。よくね、まあ今は捕まるけど。多分ね、交通違反でね、30回ぐらいは捕まったというか、うん、まあ、スピード違反とかさ、駐車違反とか、一旦停止違反とか、信号無視とかね、そういうようなことで、多分ね、30回ぐらい捕まった。これまで。合計したら。それから、熊野さんが、京都アニメーションの事件。あれもなんか不思議な事件でね、まあ、はっきりよくわかっとらんの、あれな。NHK が取材するために、あの、出入り自由になっとったとかね、そこに持ってきて、ガソリン持ってきてばらまいて火つけたみたいな話で。なんかよくわからん。まあそういう事件が時々あるな。まあそういうことで、明日も中村公園の露店は、中止になったってね。だからまあ明日、あの、車の、まあ今日トヨタの衣神社っていうところで店出したからね、その荷物が、まあ、山積みさ、満載だったから、それを他の車に移して、今、通常乗る車は何も荷物乗ってないわけね。だから明日は、朝マッサンとこに行ってマッサンを乗せてね。で、その水波っていうところをね、1時間半ぐらいかかるうち。1時間ぐらいかな。か
かかるんだろうけど、そこに行って、鉄工所に行って、なんか打ち合わせしたいって言うからね。で、まっさらに電話しとるけど、出んのかもな。明日朝8時ぐらいに迎えに行くから、雨が降ってるけどね、多分ね。で、乗って、水波に行って、鉄工所で打ち合わせしましょうよっていうことを、電話したいと思って、さっきから電話しとるけど、出ないと。こういう。またこの後、今8時20分だから、まあ9時ぐらいになったらまた電話しようと思ってるんだよね。ほんでまあ、マッサーに連絡ついたら、迎えに行って、あの、水溜りの鉄工所にね、行くんだけど、鉄工所の人はブラジル人っていうか、まあ日本人みたいな感じだけど、ブラジル人の名前なんだな。で、そこに行って、ちょっと打ち合わせする。だけど、そこはメールが遅れるからね。まあ明日午前中の、まあ、10時か11時ぐらいに行きます。と連絡すればいい、ね。まあ行くかもしれんよって連絡もしてあるけどね。ちょっと今連絡してるけど、ちょっと待っとってとこうなってる。水波はリニア駅。水波じゃない、リニア駅は違う。リニアはエナ。じゃあエナとね、夏の中間の辺に、あの駅ができるらしい。水波じゃない。水波はね、ただ地下を通過するだけ。まあ空気のあの出入りする穴ぐらいを作るかもしれない。春日井はね、空気穴作ってるんだよ。春日井のね、春日井市のね、神寮っていうところにね、リニアの空気の穴作ってるんだよ。もう50メーターぐらいの穴だ。まあどういう仕組みだと知らんけど、そこをずっと下へ掘っていくわけだ。本当下にリニアが通るんだろうな、きっと。まあそういうことで。まあそこはもともとのあの、JR の神寮駅の、構内の一部に穴を掘ってるわけね。まあそういうことで、リニアの、駅は、中津川市と江那市の中間の辺、山の中ですわ。まあ今のところね。まあそこに何か駅ができるという話だけどね。ちょっと詳しいことは、わからない。まあ位置は、もう決まってるんだよね。まあ、工事しとるわけだからね。そういうことで、それで、で、今日はまあトヨタの、コロモ神社っていうところに来たんだけど、トヨタから春日井までね、この車でね、高速道路があるんだけど、ちょっとめんどくさいから、下道走ってきたら、もう2時間以上かかりました。結構、点を出しに行く中、点についても、ね、ちょっと遠いということなのね、まあ、朝はね、朝早くはもう、病院で車いないから行きゃいいんだけど、昼間ね、結構ね、車多いんだよ。で、今日は、豊田市の衣神社。衣っていうのは、こういう挙式の挙に母と書いて、衣神社っていうんだけどね。まあ、ここに初めて、心配なんですよ。なんでかというとね、場所が一つわからないとね、それからまあ、こう、お世話してる人だとかね、いろいろ言い方あるんだけどさ、そういう人がどこにおるかわからんわけ。なんか看板が出てるわけじゃない。ただその辺に普通の人がおるわけ。だいたい石に座ってるとかね。石に座ってるとか、その神社の何か一部のところに座ってると、その人が仕切ってるわけじゃん。お世話の人がいるわけね。で、まあ大きいとこは3人ぐらいおる。まあ、ちっちゃいとこは1人だけどね。で、そこへ、まあ、初めての場合は、まあ、仕切ってる人ね、その、露店を仕切ってる人、仕切ってる人に、今日初めてですと。で、露店を出したいのでお願いします、ということを言って、それで、そうすると向こうがね、何を売るんだってことを聞くんだね。で、まあ、こういうものですって言うと、そうすると、じゃあ歩いてこいみたいな感じで、あとついていくと、そうすると、もう、露店の準備を皆さんしてるわけね。で、八百屋さんとかさ、刃物屋さんとか、花屋さんとか、
そういうような人が店を準備しとる間にこうちょっと一つのところが空いとるような場合があるじゃん。まあ誰か昔やっとったけど今やってないというようなところだな。でそこにじゃあここでやれっていう。でこう足でね、大体あの足で靴でこの辺からこの辺に店を出せと、こういう場合が多い。で、ああそうですかと言って、まあ、位置はね、この辺からこの辺の間、で前はどこですかって、前はここだっていうことを言うわけですよ。で、テントっていうのがある。テント、屋根だけのテントがね、それがね、マッサン障子がね、3メーターかける3メーター。で今日ね、それでそのここでじゃあやってくれって言われて、じゃあよろしくお願いします、ここでやりますということで やって、それでそのテントを開いたんだな。そしたらね、後ろ側に木があったわけ。ちょっと太さはまあ15センチか20センチぐらいの大した木じゃないの、大きな木じゃないであるわけ。ほんとそこから3メーターのテントが前に出るわけ。そうするとここがその皆さんが通る、要するにまあ参道なんだけど、両側に店が出てるもんで、その出過ぎるとそこだけが細くなるわけだ。でこれ極めて良くないんだ。それは何でかというとね、まあ別に古いね、まあ、10年20年やっとる人ならいいよ、露店をもうそれだけやっとる人はいいんだけど、出とっても何が悪いんだみたいな話でいいんだけど、自分はなぜ今日初めてなの。そういう人間がその他の人とこう見てね、向こうからずっと見て、そこからもうね1メーターもボーン出とったらこれダメなんだ。なんとなくそれは分かる。だけど後ろは木があるから下がることができんわけじゃん。でいや困ったなと思って、で隣斜め前にね、わかめ屋さんがいたんだ。斜め前にわかめ屋さんで、隣は刃物屋さん、女の人と息子が来とった刃物屋さん、その前がわかめさん、それからその自分のやっとった真ん前が女性の下着屋さんなんだ。奈良から来たと言ってた。でその横がね、なんか漬物屋さんみたいな感じのところで、でそのわかめ屋さんに今日初めて来たんだけど、ちょっと様子がよくわからんもんで、なんだけどこれここでやっていいよって聞いたんだけどさ、ちょっと自分の持ってるテントがでかいもんだから前に出ちゃっとるで、これちょっとよくないよねって言ったらさ、タタッと来てさ、見に来て、こうやって見て、いや、これはちょっとお前いくらでも出すぎだぞって言うんでさ、いや、だよね。だけど、むしろ、木があるから、下がれんから、これ、困ってるんですよって言ったら、あ、その隣は今日は来てないで、いつもは来てるらしい。いつもは来てる、何屋さんだか忘れたけど、いつもは来てるけど、今日は来ないって前言っとったから来ないから、隣に行くその太い木があって、その、隣に移れってわけだ。わかめ屋さんが。で、じゃあそのテント持ってやると移れっちゅうんで、で、2人でテント用意しようと思って、テントって軽いもんだから、やっと持ってぐーっと、ものの5メーターぐらい移動して、で、ポンと置いたんだ。で、そこは木がないから、後ろぐーっと下がれるわけだ。で、まあ、ちょっと自分はまあ新入りだからさ、新米だから営業せなあかんで、ぐーっとちょっと下がってね。皆さんがここの線になる、ここよりもちょっと下がった感じで遠慮して、よろしくお願いしますって、こういう感じで、もう、そういうソフト結構大事なの。でね、下がったんだ。で、だけど場所を勝手に変えると怒られるんだ。その世話、お世話してる人がね、ここだって、あんたここだって言われたのに、勝手にこっちにするってことはいかんわけじゃん。それでまあ、テントこっち置いておいて、それからずっと歩いてね、で、その神社の本堂の前に座っとる、その仕切っとる人ね、お世話しとる人のところに行って、いや、こうやってテントが開いてみたら意外と大きかったので前出過ぎとるで、それで、まあ困ったなと思っとったら、隣の若め屋さんが、今日は隣が来とらんでそこへ移った方がいいわって言って、よいしょって言って、もうテントを横に移しちゃったんだけど、今日はとりあえずそこでやらせてもらいます、よろしくお願いしますって言ったら、あ、そうだな、そこ今日は欠席だから、いいよ、そこでいいよ。
ていうことになって、そこでとりあえず今日はやることになったんだね。で、それでしばらくして、まあ1時間か2時間ぐらいしてから、そのお世話しとる人が来たんだな。ブラブラかなんか何しに、ね、ちょっとここで今日はやらせてもらってんだけど、その次回からというのは、ここはもともと誰かおるらしい、次回というのはどこになりますかって、どこでやらせてもらえますかって聞いたらさ、いや、この辺でもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、とか言うんだよ。で、ね、あ、そうです。じゃあ、ここじゃダメですかって言ったら、なんだお前、ここがいいのかって。いや、いいわけじゃないけど、なんか、こちら側はなんとなく感じとしていいんだから、いいと思いますって言ったら、じゃあ、次回からここでやれよ、みたいな話で、ね。結構、融通きくなと思って。まあ、それとかね、露天商のその、仕切ってる人たちも、お世話してる人っていうかね、そういう人たちの業界っていうのはね、ちょっとよくわからないんだけどね、まあ、市役所で言うとね、平の職員がいて、係長がいて、課長がいて、部長がおるみたいな感じになってる。どうも、話聞いとるね。で、その平の職員というのは、そこの神社、あるいはお寺だけを仕切ってるわけじゃん。で、その、上の係長ぐらいになると、ここの神社とここの神社とここのお寺を仕切っとると、こういう3つぐらいを持っとるみたいな感じなんだ。で、その上になると、今度その3つぐらいの塊を3つぐらいかやってるっていうような形をしてるわけだ。どうも聞いてみるとはっきりわからない。まあそういうようなことでね、今日はね、結構上の方の部長ぐらいのそんなこと言っちゃうんだけど、ちょっと怒られるかもしれないけど、部長ぐらいのその見るからにね、その業界の部長クラスというような人に会ってね、それでいろいろ聞いてね、あ、そうですかと、なるほど、そういうふうなことを思いましたね。で、係長ぐらいの人が、ね、通りかかったらな、こういうことを言ったんですよ。とにかくこういう商売はそんな1回や2回やってね、売れるものじゃない。まあ少なくとも半年ぐらいは通って、ここに店を出して、それで通る人が、覚えてくれないと買ってくれないんだから。うん、だからそこまで我慢せなあかんねやと、こういう商売がね。だから売れても売れんでも店を出して、それでまあ皆さんに見ていただいて、それでそのうちにみんなが買ってくれるようになるから、それまでとにかく我慢して、辛抱せなあかんねやと。頑張らなあかんのだ。それがこの業界なんだっていうことに言ってくれた係長ぐらいの感じですよね。いや、ほんで、まあ、そりゃそうだろうなと思ってる。だから、今日売れなかったからといって、もうそれでやめるじゃなしに、もう何回も来て、大体来る人は同じ人が来るわけだ。そういうことを言う。それはね、露天商の、ここの家の近くのおじさんも、自分がの師匠ね、師匠さんも同じこと言ってたんだ。とにかく半年は我慢して、そこでじっと待っとると買ってくれるようになるから、そこまで我慢できるかどうかだというようなことを言ってたわ。だから同じこと言ってた。その仕切っとる人の係長ぐらいの人ね。で、まあ、とにかく来てな、店を出せと、悪いようにしないからというようなことを言ってた。で、まあよろしくお願いします。まあ、私は新米でね、最近始めたばっかでね、まあ、よくわからんし、この衣神社に来たのはね、まあ本当に初めてでね、まあ、わからんことばかりで、まあいろいろ皆さんに教えてもらってやっとるんで、よろしくお願いしますと、こういうこと。で、まあ、いつも思うんだけど、どこの業界、どんな業界でも芸能界でも何でもそうなんだけど、分からんわけなんだっけ、何がなんだか。だから、もう初めからね、もう知ったかぶりしていくんじゃなくて、もうとにかく分かりません、よろしくお願いします、教えてくださいということでね、行けばね、周りの人もね、悪い気はしないわけだわ、仲間が増えるわけだわ。ほんだからね、
ああ、どうかみたいな感じで、なんかバタバタすると来てね、こうだとかね、で、教えてくれるんだ。まあ、言い方は、まあ、ボンと言うんだけど、その丁寧じゃないんだけど、でもね、皆さんね、お互いに良くなろうやっていう気はある。うん、だからね、まあ、捨てたもんじゃないなという、ことは思いました。でね、昔はね、この、衣氏という氏があった。あ、まあ、今もある。衣町って、衣神社とかね、衣小学校ってあるわけだ。で、それがね、豊田氏になったわけ。これ同じ、この衣氏が、名前を変えたわけ、豊田氏に。氏の名前を、そういうことなんだ。だからもう豊田氏なの、はっきり言えば。衣氏というのは、今の豊田氏。で、どういうふうか言うと、1951年に衣氏になったわけね。まあ、町が氏になったんだけどね。そしたら、なんと1959年だから、8年後に豊田氏に変わったわけ。8年後だよ。氏ができました。8年後に名前を変更しました。トヨタ。なんでかっていうと、トヨタがあるから。トヨタ自動車がそこに工場がたくさんあって、ね、従業員もたくさんって、もうまるでトヨタのための市みたいなとこだから、トヨタ市に名前変えちゃったから。市会議員が、まあ大体トヨタには立てつけんからね、名前変えろって言ったら、はいって言って変えるわけだ。ちょっと待って。船山さんが、長くやり、顔や信用を得ることだ。そうだ、それだけだ。まあ、だから石の上にも3年とか言うけど、それなんだよ。女でね、もう売れても売れんでも行って、もう品物並べて座っとると、これしかないの。まあそういうことでね。で、衣氏が、8年後に豊田氏に変わったと。で、人口は今、トヨタ自動車があるからね。人口は愛知県で第2位。人口は第2位らしいな。名古屋市の次なの。多分そうだ。で、市の面積はなんと愛知県第1位。もう合併でダーッと大きくなっちゃってね。もう、トヨタ市が県内で一番面積がある。こういうことだ。それで、この名前を変えたって、衣氏と豊田氏って、まあいろいろすごい議会で揉めたらしいけど、まあその変える理由の一つが、この長野県に衣氏ってあるわけよ。小さい、衣って言うと確かにある。ここと紛らわしいと、名前がね。まあそういうことも一つの理由になったんだけど、まあそんなこと言ったと同じような名前あるからね。それが唯一の理由じゃないけど、まあ要はトヨタの政治力には勝てれんかったということだ。トヨタが、トヨタの自動車の、その息のかかったね、トヨタ自動車が応援した市会議員が半分以上おるわけだ。今でも多分半分以上だ。もう8割ぐらい。8割ぐらいが多分ね、トヨタ の市会議員だわけ。トヨタが割り振りするわけだわ。この辺は誰、はい、この辺は誰、この辺は誰、この辺は誰とか言って、トヨタ市の市会議員の半分ぐらいを、半分以上の、多分8割ぐらいを、トヨタ系の市の議員が当選するわけ。だから何でもできるわけ。トヨタが A と言えば A な。トヨタが B と言ったら B な。そういうことになった。それで、名前もね、衣からトヨタに変わったと。そんなの簡単なもんだよ。トヨタが変えろと言っとる。それで、なんと、日本でこの私的な団体ね、これ、つまりトヨタっていうのは株式会社トヨタの私的な企業なわけで、公じゃないんで、企業な、私的な企業が、その市の名前になっているというのは2カ所しかないらしい。日本広しといえども、市企業ね、私の企業の名前を、その
市の名前にしちゃっとるのとかね、それからまあ、私的な団体が、その団体の名前を市の名前にしちゃっとるのは、たった2箇所しかない。で、それはどこかいうと、一つは、天理市。奈良県の天理市。今度行こうと思ってるけどね、柏原市に行きたいから、天理まで行って、天理から南に行くと柏原市らしい。それちょっと行きたいなと思ってるんだけど。で、天理市ね、一つは。これは天理教の、本部があるで天理市なんだ。これは何かから天理市に変えたかどうかは知らんけども、天理市。それからもう一つは豊田市なんだ。だから、会社の名前イコール市の名前というのは、豊田だけってことなんだ、結局。まあ、宗教団体の天理市は一つあるけどね。まあ、そういうふうにしてね、個人的な団体が、市の名前になっちゃった。こういうのが豊田市。どれだけね、強い政治力があるかということが分かる、ここでね。豊田にあらずんば人にあらずという、ね、それがね、言ってる人も昔から言ってるの、自分は。それだね、本当に。トヨタは、まあ。ちょっと待って。船山さんが、刈谷市もトヨタ組み立て工場あります。まあ、それ。刈谷。だから、トヨタだけじゃないんで、トヨタの近くの、安城とかね、地流とか、それとか、刈谷とかね、それから、日清とかね。まあ、大体あの辺はね、もう、一種のトヨタ。トヨタの町の。トヨタの工場があるけど、そこで何千人と働いてる、ね。何千人と働いてるということは、その家族も含めたら何万人おるということだよ。だからね、すごい、政治的に力もあるしね、トヨタがその人たちを養ってるわけだわ、簡単に。いや、だからトヨタ悪く言う人おるけどね、それはね、大変だよ。またトヨタで多分だよ、多分分からんけどさ、はっきり。愛知県内でどうだろうな、100万人はいかんにしても60万人ぐらいは、トヨタが食わしとるんだもん。生活さしとるんだもん。なんだかんだ言ったって。えらいもんだぞ。で、しかも、トヨタって給料がいいんだ。金額が。まあ、儲かっとるだろうけどね。だから他の企業と比べてトヨタはね、給料がいい。そう言われても実際しない。しないけど、そう言われても。まあ、そういうことで、日本には私的な団体の、私的な団体の名前イコール市の名前というのは2つしかない。豊田市と天理市、こういうことです。平川さんが、電気自動車になればエンジンがなくなります。そうだよな。だから、トヨタの関係者はね、まあ、今は100年に一度歩かないからね、非常に難しい時期だと、こういうこと言ってるわけ。だけど、実際はトヨタすごい売れとる。売れに売れとる。車っていうのは、景気とかいいとか悪いとか関係なく売れる。必要だから。そういうもん。まあ、そういうことで。今日はトヨタの中心地にあります。衣神社で、まあ、露店を出してね、まあ、いろいろ勉強になりました。まあ、なるほど。露店業界っていうのはこういうものかと。こういうことがね、ちょっと、まあ、どうだろうな。でも2割ぐらいしか分かってないよ。露店業界の、こういろいろあってね、その業界。市役所でもそうだよ。市役所なんてあるでしょ、市役所って。で、市役所の中身がどうなっとるかなって。どうだろうね、10年ぐらい経った、いや、その中で働いてないとわからないよ、市役所の中がどうなっとるんだって。10年ぐらい経つと、あ、そうか、市役所ってこういうことなのかっていうのがわかる。みんなもう3年や4年じゃわかりません。だから市会議員さんが当選するでしょ、なんかの関係でね。で、市で働いとった人が当選したら、それはわかるわな、ね。市役所っていうのはこういうもんだと。ところが全然関係ない、市の関係ない人がね、市会議員に当選して、んなもん3年4年や、ね、市会議員やったって分かりません、何が何だか。本当に嘘じゃない、うん。ちょっと待ってね。浦山さんが関東自動車もトヨタグループ、だから
関東自動車に東北とかさ、九州多いんじゃないトヨタが。だからもうトヨタだけじゃないんだって、もうそれはもうそこら中に九州の方にも多いあるし、東北の方にもあるしね、それから部品の会社で新潟の方にもあるんだもん。前新潟地震でなんかその工場が壊れたらトヨタのラインが止まったわけじゃない、なんでって言ったらそっちの新潟の方でたくさん部品作って持ってきて組あのエンジン組み立ててたそのピストンのね、このピストンリング、そのリングを新潟で作っとったの。でリングがないもんで飛行車できんわけ、もうストップして全国に工場が、ちょっと待ってね、平川の秀明区はトヨタと関係ないです、うちは関係ないです、全然関係ない。あの自分の姉さんのね、あの姉さんの息子が確か2人ね、トヨタの関連会社で働いてる、まあ、それぐらいでね、あとはいないね、トヨタ関係は割と少ないね。それから、くまくまちゃんがダイハツもトヨタ、まあ、最近そうやな、ダイハツもトヨタ系になったかな。それからスバルもトヨタ系でしょ、確か今。日野自動車もずっと前からトヨタ系になったんだね、うん。だから今度、どこだった、あの、軽自動車でさ、スズキとトヨタとあれどこだったかなと、ダイハツだったかな。一緒に3社が一緒の手で協力して、なんか電気の、あの、軽自動車を開発するとかなんか言って記者会見やってたの、あの3社が、軽の、部分で協力するっていう、まあ、その方がいいわな。それからあの鈴木とトヨタとあのダイハツだと軽自動車の部分で協力したいと思って、あの鈴木のあの前の社長ね、今80か90、あの鈴木の社長とトヨタの今の社長の秋夫さん仲いいんだ。あの YouTube であの対談しとるけど、見るとね仲いいんだよ。で鈴木さんの方が年上なんだ、だいぶ上なんだ。でトヨタ秋夫さんは、ね、ちょっとそれより若いから、あのこのトヨタ秋夫さんがさ、会社としてはこっちの方が巨大だけど、鈴木さんをあのすごい褒めるわけよ。あの立派な経営者だとか言って、もういつも勉強させてもらっておりますとかね、その学ぶことがたくさんあって、私はまだ若造ですからみたいなことを言って、すごい立てる。なかなかね、その秋夫さん立派だなと思ってる。巨大トヨタの社長でもちゃんと先輩、鈴木先輩ね、立てる。やっぱりそこがね、大事。そういうことで俺がって言わんとちゃいかんねん。だからね、巨大トヨタでもね、やっぱり先輩の鈴木のおじいさんには、立ててね、まあ、あの勉強させてもらってます、参考にさせてもらってます、これでいかないといかんね。やっぱりね、そういう世の中ってそういうもんだ。よし、まあそういうことで今日はあの終わろうか、まあ、はっきり言って疲れたで、明日は雨が降ってくると夜でホッとした。もう明日もまあカンカン出るのさ、37度の中でさ、やるって言ったらちょっとそれね、えらいわ、それはもう毎日こんなって言っちゃうけど、まあ、そうお前好きでやってんだろうみたいな話だけどさ、まあそういうことでね、まあ今日も一日終わったということは間違いないね。まあそういう、ちょっと待って、書いてくれた。平川さん、3代で家は潰れます、ちょっと待って、その前、くまちゃんがどちらも銀行員、あ、元銀行員なの、まあそうかもしれないね、いいんじゃないの。で平川さんが3代で、まあ、そうだよな、3代で潰れるって言われてるもんな、大変だよそれ、企業を経営するっちゅうのな。遠くどこまでも遠く流れる川で空にあなたの想い今日も待っています。愛しい人よ私は歌う。
札幌市は27度です。27度、こっち37度。多分ね、今日なんか38度。で、地面が乾燥した小学校のグラウンドみたいなところだったからさ、多分40何度だよ。そんなところでもやっとお疲れ様でした。船山さんがお疲れ様。まあ、そういうことでね、まあ、とにかく。何事も勉強だと思ってやってきました。絞ったばかりの夕日の赤が水平線から歌はあるけど、ニカポの歌でも歌いますか？ニカポ。なんでニカ？これゴムがないとか、ね。よし、じゃあこれを最後に終わりたいと思います。コツコツとアスファルト刻む足音を踏みしめるたび俺はこれであり続けたいとそう願う。腹が心たちに見えてやりきれない夜を数え逃れられない闇の中で今日も二人をする失敗くらいに憧れた羽の都何個も薄っぺらボストンバッグ痛い
ていきたいと思った気づいた苦い砂をかくとねじ伏せられた正直さが今頃やけに骨にしみる幸せのトンボよ この声お前はどこに飛んでゆく幸せのトンボがほら舌を出して感じでね、今日は YouTube ライブを終わろうと、こういうことですわ。で、まあ明日は多分できるわな。まあ3を水内まで乗せてって鉄工所で打ち合わせして帰ってくる。まあ帰りはね、春日井からもう電車で帰って行けって言っても雨降ってるで、多分な。ちょっとかわいそうやな、雨なんか歩いて帰れと。駅から歩いて 家まで帰れっていう。それはちょっとかわいそうだな。だからまあ送っていってもいいけどね。まあそういうことで今日は終わりたいと思います。まあ皆さん来ていただいてありがとうございます。また明日も来てください。よろしくお願いします。